いつの間にかこんな名前になっとったんや。はい、ということでおはようございます。山田と申します。今日はね、どこにおるかというと、三重県が四日市市の、日永町ですね、の日永町目か、四日市安田鉄道の日永駅の前に来ておりますと、いうことですね。なんでこのところから始めとるかというとですね、まあ今日はね、まあまた一企画やるわけなんでございますけど、今日はね、JR の方にね、行こうと思うわけでございます。じゃあなんで JR に行くのにね、まあ、四日市市民の方でしたらね、ってなるでしょう。なんで、長谷鉄道の前におるのかというと、まあ、こっちの方からね、JR の方に、皆様どういうふうにね、行かれますかね。まあ、ほとんどがマイカーかなという気もしますけど、アスナル鉄道からね、こう乗っていくと、結構ね、お金かかっちゃうんですよね。近鉄四日市の前になって、で、そこから JR に出るのにね、また JR 行きのね、バスに乗って、まあ、もしこう歩くかとかね、いうようなところになってくるんですけど、実はね、日永のこの辺りからね、直接、JR 四日市の方に行くにはね、一つね、便利なね、路線バスがあるんですよね。まあ、それに乗りながらね、乗る準備をしながら、企画発表の方をね、やっていこうかな、ということでございます。先にまずちょっとバス停の方に向かいましょうか。っていうか、もう向かってますよね。日永駅はね、駅の真ん前にはね、駅のバス停がなくて、向かう。わざわざダメ、こっちだ。ちなみに日永の駅前はね、駅のすぐ真ん前にチェリオの自販機がありますからね、これはね、喉が渇いた時にも安心ですよと。まあこういうふうになんかいろいろと出てますけど、もうね、この信号をね、渡った先のところが、信号を渡った先のところがね、渡った先じゃない、この信号のところが、旧東海道の、横断歩道、交差点になってますんでね、っていうような位置合い、ね、来たところにね、ちょっとね、歩いたところに、実は日永駅前っていうね、バス停があってね、そんなにね、本数が多いわけじゃないんですけどね、まあ、こういうふうに、まあまあ、1時間3、2、3本ね、来てるのが、これが近鉄四日市経由の、JR 四日市行きってことでね、なかなかね、ここから近鉄四日市に行くんやったら、まあ、アスラロー鉄道を使った方が便利です。ね、1時間に4本ありますし、ね、で、そのまま、ね、電車でね、時間読めてね、駅まで行けますからね。どうしてもね、このね、近鉄四日市まで行くことだけ考えると、ここからね、1号線に出て、で、ずっと行きますもんで、道が混むんですよね。まあね、地元の方でしたらね、よく分かってることなんだと思いますけど、うん、ね、その兼ね合いでね、まあ結構道が混むんで、わざわざね、こっち使ってね、行こうと思うとね、まあちょっとね、難があるぞって、ね、いうことなんですよ。ここでね、実は JR 四日市に直接行けるんですよね。そうすると、ね、何がいいかというとね、お値段がね、まあまあ、お手頃価格でいけるんですよね。220円でいけるんだったかな。まあ乗ってね、その辺りも検証していきたいと思いますけど。ちなみにね、今日これ、7時58分のやつに乗ってますけどね。これね、平日は、土休日はね、そんなにね、この時間帯は問題ないと思いますけどね。平日のね、この時間帯乗るときはね、ちょっと、普通の元よりも一本早く行くぐらいでもいいかもしれません。っていうのは、前の道が先向いてる通り、非常に混みますんでね、JR の方行くにしても、道中でかなり、時間を取られることになると思いますんで、ね、それはね、ちょっとあれだと思います。多分ね、土日ならね、そこまでもね、混んでないはずなんで、これでいいんじゃないかなと思って来てますけどね。これですね。これでね、直接 JR まで行けるぞってわけですね。さあ、
バスもね、ほぼ定刻ですね。15分定刻で17分かに着きました。もうほぼ順調にね、やっぱこの時間と来れますね。この時間というか土日へと来れますね。ということでさあやってきました。もう見慣れた光景、 JR の四日市駅ということでね、時間が余裕あるからちょっとここで説明に変えるか。